皆さんこんにちは。こんにちは。あ、聞こえてきましたね。もう一回行きましょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今ご紹介いただきました、神戸市西区平野中学校出身のシンガーソングライター、明るい香る音と書いてあかねと言います。よかったら名前だけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。では早速1曲目聴いていただきたいと思います。私のオリジナルソングでミュージックという曲を歌います。聴いてください。花歌歌いながら進みたい。キラキラ光る
神戸市西区、今日は生誕30周年のお祝いということでね、私22歳、あと2ヶ月後に23歳になるんですけれども、もうほんまにこの西区ができて長いこと経ってるということで、今日はこんな素敵な後ろにおみこしもありますが、盛大なお祝いのステージとなっております。皆さん最後までぜひ楽しんでいてください。そしてですね、私皆さんにお知らせがあります。8月の3日、ついこの間ですね、神戸でワンマンライブをやったんですけれども、一人で歌を歌ったんですけれども、満員御礼で終了しましたが、次12月の5日に神戸で一番大きなライブハウス、神戸バリットというところで、またワンマンライブをやることが決まりました。ですね、この日は100人の動員を目指してライブをやっていきたいなと思っております。なのでここ地元西区で皆さんに応援していただけたらなと思っておりますので、もしよかったらですね、遊びに来ていただけたらなと思っております。今日もチケットも持ってきておりますし、チケット今日は買えないよっていう方は予約だけでも受け付けておりますので、もしよかったらぜひ応援していただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。では次の曲、最後の曲になりますが、It's Alright というすごく元気の出る曲を最後に歌いたいなと思います。この曲は今日持ってきている CD にも入っている曲になります。もし気に入っていただけましたら、さっきも言いましたがヤクルトさんの前で CD 販売してますので、ぜひ近くでお声かけていってください。どうぞよろしくお願いします。ということで、短い時間でしたが、聴いてくださった皆さんどうもありがとうございました。最後の曲、みんなと一緒に盛り上がっていきたいと思います。聴いてください、 It's Alright。悔しい悔しい、この